MZ-700 とは、シャープの MZ シリーズに属する8ビットパーソナルコンピュータである。1982年11月15日、発売された。前身である、MZ-80K シリーズをベースに、高速化、カラー化を、主とした、機能拡張及びコストダウンを行い、低価格なホビーパソコンとして設計された機種である。詳細は、 クリーン設計を参照従来機種と同じく低レベルサポートルーチンと内蔵データレコーダーからソフトウェアを起動するためのモニターのみをロムとして持ちシステム本体は二次記憶装置から起動するこの機種ではシャープ製の S ベーシックとハドソン製の F ベーシックの二つのベーシックがカセットテープで標準添付され命令セットの違う二つのベーシックをユーザーが 選択可能になっている。CPU のクロック周波数は 2MHz から 3.579545MHz に高速化された。従来単色であった表示は、アトリビュートエリアが追加され、文字色、背景色を1文字ごとに任意の発色から指定することが可能になった。また、キャラクタージェネレーターが拡張され、アルファベットの小文字とひらがなほか、いくつかの記号が追加。 変更された。アルファベットの大文字及びカタカナのディスプレイコードに対してアトリビュートの第7ビットを1にするとアルファベットは小文字、カナはひらがなに切り替わって表示される。ラムは 64K バイトフル実装となった。これに伴いロムテキストベレムメモリマップドアイオーと重なるアドレスにはバンク切り替えを適用し m z 八十 k シリーズとのハードウェアの 互換性を保っている。新設されたモニタ 1Z-009A はカラー表示や新配列のキーボードをサポートしメモリエディットを可能にするなどの機能強化を行いながらも主要なルーチンのエントリーアドレスは MZ-80K シリーズのモニター SP-1000 に合わせており従来のソフトウェアの多くが変更なしで動作可能である。 同社別系統の MZ-2000 が、全身機種との互換性をベーシックレベルに留めて機能を拡張したのに対しハードウェアソフトウェアともに MZ-80K シリーズとの互換性に気を配った設計になっている。これらの工夫により多くのソフトウェアをそのまま従来機種から引き継ぐことが可能であったが未公開サブルーチンを使用したプログラム CPU クロックやキーボードの配列に強く依存するゲーム等では修正を要するものもあった。そういった場合でも該当領域がバンク切り替えになっているためモニタ部分のメモリ空間をラムに割り当てて SP-1000 を読み込みキーレイアウトを変更するなどのパッチを当てて動作させることも可能であった。本体に添付されていたデモプログラムには チェッカのキャラクターを使用して、擬似的に中間色を出すものと、その後の展開につながるものも含まれ、MZ-80 系由来の豊富なキャラクター群もゲーム画面を構成することなどに役立った。従来の MZ シリーズは、システム全体を一つの筐体で実現する形式、形状をとっており、それが同シリーズの特徴でもあったが、 カラー出力に対応しつつ低価格を目指したため、従来のようなオールインワン設計では、価格が跳ね上がることから、ディスプレイを切り離した設計になった。また、システムとしての価格を抑えるため、デジタル RGB ディスプレイだけではなく、家庭用テレビに接続できるよう、コンポジットビデオや RF 出力が用意されたが、開発側としては妥協の産物とのことである。ディスプレイ装置だけではなく、 データレコーダーの代用として、家庭用テープレコーダーを利用する端子も設けられており、家庭にある民生機器の流用によって、システム全体のコストを抑えられるように設計されている。プロッタプリンターは本体上部に内蔵できるようになっている。このプロッタプリンターは、ペンの左右の動きを X 軸、紙の上下の動きを Y 軸として、 本来高価なプロッターを安価に実現したものである。黒、赤、青、緑の4色のボールペンをヘッドに装着し、ヘッドを回転させてペンの色を変更できるようになっている。その設計から斜線をまっすぐに引くことはできず、斜線の描画は短い縦横の線で構成されるため、階段状となる。この仕様に伴い、プリンターインターフェースが標準搭載されている。 添付のベーシックには画面出力をプリントに振り向けるコマンドが存在するなど限定的ではあるものの CRT なしでも操作が可能になっておりオプションのキャリングケースも含めモバイル用途も考慮して設計されたようであるこの系譜では MZ-1200 からアンク文字列は標準的な ASCII 配列に近い配置になっていたが本機では初心者向けという位置づけから カッコや、加減上場等の記号が、シフトキーを併用せずに入力できる位置に移動された、ほか、かな入力時のキー配列が、実配列から50音順に並べ替えられた。また、点キーは設置されなかったが、従来機種では上下及び左右が、シフトの併用によって、各々1キーで兼用になっていた、カーソルキーが、上下左右各々の方向を示すキーに独立し、 キーボード右側に設置された。キーボードスキャンは P を通じて CPU が行い、複数の同時キー入力も判別が可能であった。国内で発売されたモデルは以下の3種類である。国内版の仕様は以下の通りである。搭載インターフェース雑誌媒体が広告の中心であった当時において、他の機種がグラフィックスによる高精細な表示を実現するのに対し、 キャラクターグラフィックスのみの本機は、スクリーンショットの写真などでは、見劣りがした。テキストならではの高速な表示を活かしたソフトウェアも、あったものの、ライト志向のユーザーを獲得し続けるには至らず、結果市販ソフトは、あまり多く供給されなかった。また、他のシリーズや旧機種と異なり、初心者向けというコンセプトからか周辺機器。 開発ツールなど、セルフ開発が可能になるようなオプションの発売が遅れ、特に、フロッピーディスクドライブに関しては純正品の発売は、拡張、i、obox の発売が1983年、フロッピーディスクドライブの発売はさらに先の1984年4月と、後継機である M Z、MZ-1500 の発売前月まで待たされる、こととなった。こうしたメーカーの姿勢は、 ヘビー指向のユーザーが離れる一員ともなり、その間に待てなかったユーザーの一部では、雑誌の紹介記事を元にケーブルを加工して、旧機種の拡張、i、o ユニットである MZ-80i、o を接続し、フロッピーディスクドライブや旧機種のシステムプログラムを用いて、環境を構築するなどの試みもあった。また、カタログ掲載はないものの MZ-1C18、 が、同等の配線のアダプタとして存在している。このように、低価格帯の入門機、言い換えれば、低機能で、さほど魅力のない機種とみなされがちであった同期であるが、評価が変わるのは王。MZ 氏の1986年11月号に、ゼビウスが掲載された頃である。仕様としては、低機能な機種ではあるが、多くの機種のテキスト画面と異なり、背景色も、 文字単位で指定することができ、すべての要素を含んでも1キャラクターに対して必要な容量は2バイトである。4025の1000文字で1画面が構成可能であると同時に他に手段がないため、結果として、標準に対して必要なデータ量はビットマップグラフィックスの利用と比較して圧倒的に減少することになる。上記のタイニーゼビウスでは、 後半こそ縦に縮小されたようなマップになっているもののデータ圧縮なしにすべてのマップがオンメモリで格納されている他の機種が同ゲームの移植時にテープデバイスやフロッピーからゲーム中に順次ステージデータを読み込んだりデータの圧縮によってメインメモリに押し込んだこととは対照的であるその後もアトリビュートとキャラクターを駆使したいくつかのゲームプログラムや マッケのツールボックスを参考に作成された汎用ライブラリーの発表などが行われた。それらのノウハウをもとに発想をさらに割り切り、チェッカーのキャラクターをタイリングパターンとしてテキストベレム一面に敷き詰め、1文字分を1ピクセルに見立ててアトリビュートのみを書き換えることで4025ドット36色として画面を構成したのが OX。 クス氏の1988年10月号に掲載されたスペースハリアーである。タキシュの同ゲームの移植作品が操作性や速度、容量に苦心している中、見ためこそモザイクのかかったような画面ではあるものの、動きと色表現に注力し、他の移植作が諦めたフィーチャーまで含む比較的再現性の高い移植をオンメモリで実現した。 これら素直なコーディングによって引き出されてきた MZ-700 の機能ではあるが、1999年からラスタ単位での制御を行うことによって本体のみでビットマップ表示を行う試みが出てきた。キャラクターパターンをディスプレイコントローラーが1ライン描画するごとに別のキャラクターに変更することで見かけ上表示されるエリアは48-200のビットマップを構成するというものである。 最終的に産業ほどの非表示エリアを作り、そのタイミングを利用しアトリビュートの書き換えを行うことで8 8七7 6のビットマップ表示が実現され、サンプルプログラムとして野球券が作成されている。その後、2000年代に入っても動画サイトなどにおいて様々な試みが行われている。のような制御の発展として 72, ピクセル発色の表示を経て、 実機で実現できる範囲という条件の下で外部にメモリーボードを増設し、フレームごとの表示色の切り替えによる擬似的な多色表示と PWM 変調による PCM 再生を同期させた動画再生を行うなど、発色、動きなど様々な面に対して様々なアプローチが取られた。これらの処理はハードウェアのサポートをほぼ受けられないこともあり、 CPU の命令処理時間を考慮して処理タイミングをディスプレイコントローラーと同期させるコーディングを行うことで実現している。2016年には MZ-1500 で拡張された部分と一部オプションを実装した MZ-1500 バージョンアップアダプタを拡張バスに接続することによって MZ-1500 相当にする試みが個人によって行われ、 いくつかの MZ-1500 用のソフトウェアが MZ-700 で動作する様が動画で公開されている。発売から多くの時間が経ち、世間のハードウェア、ソフトウェアは大きな進化を遂げ、実物以外で同様の挙動を実現することが可能になった。MZ-700 も、また、純正以外での実装が行われている。モニタがシャープの著作物であり、 実際の動作にはそのシステムコールを使うため、動作に際しては、互換ロムや、実機から取り出したロムイメージが必要となる。マルくんにより、下記の環境に、MZ700Win 並びに、MZMemories の名称で作成された。当初その名前の通り、MZ-700 のみの対応であったが、MZ-1500 の機能も追加されている。また、ブラウザ上に、Java と、 フラッシュでの実装で、ウェブゲームセンター700の名称で、直接アプリケーションが実行可能な形で公開されている。王、石により、フップが上にも実装されている。海外版 MZ-721MZ-80A に続き、MZ-700 も、欧州を中心に、海外でも販売された。 海外版の主な相違点は、映像出力を NTSC から p a l に変更、それに合わせた CPU クロックの変更、電源、CG-ROM のフォントセットなどが挙げられ、MZ-700 の第2キャラクターセットも含む、ひらがな、カタカナなどの文字列は別の記号に置き換えられた。また、海外では80カラムのテキスト表示を可能にする。 製品が販売されており、フロッピーディスクドライブ、プリンターポートを拡張して CPM 機とした製品が MZ-7.80 の名前でセット品として売られていた。イギリスでは1983年10月に250ポンドで発売された。イギリスの大手コンピュータ雑誌パーソナルコンピュータワールド1984年2月号のレビューでは、 解像度の低さが酷評されているものの、複数のコンピュータ言語が使える点が評価され、一向の価値があるとの評価を得ている。欧州では、解像度を上げ CP-M に対応した、後継機の MZ-800 の方が、販売台数が多く、パーソナルコンピューターワールド時の1985年2月号のレビューでも MZ-800 が絶賛されているが、イギリスでは結局、 MZ-800 は販売されなかった。ありがとうございます。